えー、こんにちはパラリンピック始まるそうですねまあパラリンピックってのはあ小学生の子供たちが強制観戦をさせられるそうで一応断ることができるみたいですけどもまあ、様々なね、えー、嘘と方便でうんま勧、あ、誘してるっていうことになると思いますで今回ね3つぐらいパラリンピック まあ、やってもしょうがないよと言ってもしょうがないよっていうことをね私なりにお話したいと思うんですけども必ずしも私パラリンピックに否定的なわけではないんですよこの状況下でやるからこそ私はあそれはないんじゃないのと思うんですよねまあ、ですんで普段普段というかねパラリンピックが行われること自体は全然構わないと思うんですけどもねこのずさんな状況でやっていいものかっていうことは引き続きお話していこうかと思います、まあ、まずはねあの教育的価値があるからあこういう状況下でも パラリンピック子どもたちに感染させたいっていう思いがあるんですけどもこれはね異常な差別をはらんでいるんですよね。というのが教育的価値があるからどうぞいらっしゃいって言えるのはじゃあ誰なんですかってことなんですよ。沖縄のの生生徒徒ささんんにに言言っっててまますすかか北海道ということですよねっていうことはもともと教育的価値があるとするならば平等に教育の公平性を担保しなければならないのに一部の生徒に優遇して 大半の生徒には、まあ、差をつけているっていうかねもう完全にこの上級国民とそれ以外の一般国民との扱いをしてしまっているその予行演習みたいになってしまうんですよどうですかね平等とか公平とかっていうものがこの一部の生徒さんにしか知らされていないっていうこと自体がまさに教育的価値のなさなんじゃないかなと思うんですよそれとも何かというんですよねこのパラリンピックを見た人には教育的価値があって来なかった人には 全く教育的価値が担保されてないいいよととうこでで差をつけたいんだから、ね、ここの、ね、オリンピックにね喜んで「あ教育的価値があるぞ」っつっね飛びつくその価値観自分さえ良ければいいっていうところにもなんかね疑問を持たなくてはならないですしそういったパラリンピックを喜んでねチャラチャラと応援しているあの、まあ、芸能人のね成りの果てにもちょっと悲しいものを感じますよね。 であの教育的価値は別に普段の学校生活で良くないかってことなんですよじゃあオリンピックはパラリンピックがない年にまあ生まれた生徒さんとかそこに関われなかった生徒さんは教育的価値にあの劣勢な差をつけられるってことなんですかねなんかむしろ教育ってのはどんな環境でもどんな時代でも発見すること挑戦することじゃないかなと思うんですよそんなパラリンピックやオリンピックがなければ教育的価値があ教育できない っていう風な、ね、教育課にこそ疑問が多いんじゃないかなと思います、まあ、ちなみに教員免許の更新制度っていうのがどうもなくなるみたいなんですけども性犯罪をね、えー、よく行っている小学校中学校の先生がそのまんま教員としてとどまるのはどうなんですかねうん、まあ、どうもねその教育ってものが遅れてるのもあればそういった犯罪の温床になっているところもあったり。 あのやっぱり先生方ってのはね残念ながら気の毒分かってないっていうかね、うん、教員免許を取って社会のこと知らずに、うん、教員の世界入っちゃうわけじゃないですかなんかそういう人がね将来の社会人を育てられないと思いますよ教員を育てるんだったらオッケーです学校に行く人はねでもなんか多様的な価値観とかね、うん、なんかその隠蔽体質 の蔓延する学校でなぜか学校では自殺が多いとねいじめが多いと何なんだこれはと思いますよ学校という体質が既にもう子どもたちの性格や人生を歪めてしまってると言っても過言ではないかなと思いますもちろん100件あったら100件がそうではないですただ温床になってることは確かかなと思いますよねまあ、これに対して いや学校は記憶正しい人間しか育てないよっていうことがあるんだったらちょっと聞いてみたいなと思います。どちらかというと学校で人は歪み学校で人は悲惨な目にあってそして教員によって、えー、押さえつけられて、うん、型にはめられてなんか発想の自由度のないようなかわいそうな人が卒業していく。うん、で自発的に家庭教育が良かったりとか自我に早めに目覚めた子はそういったものをはねのけてね。 突破していいくと思いますけどもそれはあくまでも自力でやったことであって学校教育にによっってて何かかを得ることとののは非常に少ないのかなと思いい思ますもちろん読み書きとか暗算っていうものはね身につくと思いますけども肝心な人間性は学校では育たないとむしろ変わったものを排除するそういう風なね排除の仕組みとかやばいことはみんなでね口裏合わせて隠しちゃうという隠蔽体質とかでその中で悲惨ないじめや自殺などが起きてもみんなで隠そうとするね そういった教育の温床であると言わざるを得ないかなと思います。そういうところで育った子どもたちは大人になってもそれぞれの地域社会で隠蔽したりね誰か特定の人をいじめて喜んだりとかなんか臭いものに蓋をしたりっていうことをまさにことわざの通りに実践するんじゃないかなと思いますね。だからちょっと私はね教員の人 というよりも、教員の人一人一人には責任がないと思いますけどもその教育界とかね学校というものそのものに大きな疑問を抱かねばならないかなとそしてそういう学校を私たちも選ぶべきでではなないかなと思うんですよ学校っていうのはただ単に親のね自由な時間を作るために放り込んでおくところではなくて親の教育方針を実現させてくれるような学校を選んでそこに委託する外注するという。 考え方じゃなないかなと思うんですよどうですかねあの自分の子供に対する家庭教育のさらに、えー、延長線上に学校を選んでるのかそれとも学校の教育に合わせて家庭教育が補助的にあるのかこれかなり大きな差だと思いますけども考えていかなくてはいけないんじゃないかなと思いますよね。うん、特ににこういううい時代でですすから、うん、親の判断学校の判判断断学校はもうすでに 30年の時代遅れになっっちゃってるんですよ、ねうん、まあその面ではあのやっぱりお金を稼げるとかねコミュニケーション能力を高めて、えー、人の喜びを喚起するような、うん、そういうふうなね、えー、術を身につけさすべきかなと思いますけども残念ながら学校ではそれは責任の範疇ではないということだと思いますね。うん、まあそれが入日なられてるのがこのねオリンピック。 パラリンピックなんやらっていうところですね。オリンピックやパラリンピックが特別なものではなくて、それは一部の人がね、喜んでいる運動会の延長にあるもので、一般の人間を巻き込むのではなくてね、娯楽の一つでしかないと。パチンコとか麻雀と同じようなレベルのものだということをお話したいと思いますよね、これはね。まあ、こういうことを言うとね、パチンコやマージと一緒にするなっていう人がいますけども、じゃあ、パチンコや麻雀は格下なんですかってことなんですよ。で、オリンピックより格下ですか。陸上競技よりも格下ですか。 同じですよ同じ同じならばこそマージャンでもパチンコでも学びを得れるそういった考え方を教えるのが学校教育だと思いますけどもねでも全然できてないですよ学校教育の陳腐さというかただ教科書を読んで暗記させるだけとこんな楽な職業はないと思いますよ、うん、もちろん拘束時間がなかったりねなんかいろんな縛りがきついみたいなのはありますけどもそういうのではなくてじゃあ実際に世のため人のためになるのかってことを真摯に考えたらいや学校が唯一 世のため人のためになってるんですみたいなことをね胸を張って言える教員の方ってのはどうですかねいるんじゃないですかねい,い,いないんじゃないですかねむしろ自分の置かれてる職業に大いに疑問を持ってねこのままじゃいけないと思うけどもこのままやるしかないっていうところにジレンマを抱いいいてるんじゃないかなかと思います今回のパラリンピック小学生の子供たちの、まあ、誘致に対してね大いに声を上げるべきなのに静かですね皆さんで同意してるんですかね それからね、今回のパラリンピックに関しましては、子どもたちに選択肢があるようで、ないわけなんですよね。えーまあ、親が行くなって言われたらいけないし、親が行ってこいって言ったら、やっぱりね、行くしかないかなってところもあるし、まあ、子供に選択肢が狭いのはしょうがないんですけどもね、まあ、ここはそんなに大きな問題にすることころではないかなと思います。じゃあ、3つ目なんですけども、最後の3点目は、安全、安心ってものはないですよ。 ね、安全安心ってなんか声高,高に叫んでますけども安心で安全な世界ってこの中にあるんですかね、うん、別にないと思いますよ。うん、だからそういったらねあの安心安全を強調すればするほど、うん、それをね強調しなければ分かってもらえないっていう不安で危険なものと捉えざるを得ないかなと思います。まあ、平たく考えて パラリンピックの観戦に行くのと行かないのとどっちが安全かって言ったら行かない方ですよね。うん、それに、そんなにね、喜んで行くもんでもないと思いますよ。子供たちの価値観は多様ですから。パラリンピック、行きたい人は、あ別に学校とかなんとか関係なく行けばいいんじゃないですかね。じゃないですかね。<laughs> ま学校が強制的に行かせるもんとか、オリンピック組織委員会が招致するもんでも何でもなくって、うんまあ、ほっとけよって話ですよ。 だったら他の活動をねパラリンピックが平等だって言うんだったらじゃあ別の何かわかんないけども、うん、社会見学でもねいいですねそれこそ将棋の大会とかどうですかねあの子供たち誘致してますかね将棋を見に行けみたいなね声一つかけてないんじゃないですかねじゃあ将棋の大会と、うん、大運動会パラリンピックと どっちが隠したか隠れるかってないわけですよねパラリンピックだけなんか特別扱いというところが平等でも公平でもないんじゃないかなと思いますもちろんこれねパラリンピックに参加する選手の方を揶揄してるわけではないんですよやっぱり今回みたいな誘い方特に何度も言いますけどもあの医療崩壊したりとかね感染拡大してるさなかにやらせるもんじゃないかなと思うんですよ子どもたちにそれこそ誤ったメッセージを植え付けるんじゃないですかねあのどんな困難でもやるべき時ってのはあるんですけども 今回のことは、違うでしょ <laughs> 別にあの子供たちが自発的に行きたいって言うんだと別ですよそうじゃなくって半ばね強制的に教育機関を通じて声をかけないと来てもらえるかどうか分からないってところに言い知れないようなねあの不完全感を私は感じるんですけどねまあどちらにしても広島にいる私には関係のないことかもしれませんけどもね <laughs> 関係ないんですけども <laughs> 関係ないんですけどもただダラダラと言ってみたと。 いうことですね、えー、本当にね緊急事態宣言下で人流を抑えてるとかあのー、何外出の5割減7割減とか言ってる中で外出を促進することをしてどうするんだと思いますよねでこういうことに嘘や疑問を感じない、えー、教育機関保護者子どもこういうものを野放しにするのが教育かと思うとはなはだ懐かしい懐かしいというかね情けないかなと思うばかりですねじゃあまあそんなとこですかね じゃあいってらっしゃい。